大村協定地理院地図 Google マップ大村協定場大村ボートレース場は長崎県大村市にある日本最西端のボートレース場である1952年4月に施行を開始正式な名称は大村市モーターボート競争場である2015年度より大村ボートレース場に改められた日本最南端かつ最西端の協定場であり国内で 初めて協定競争が正式に始まったことから協定発祥の地として知られる。電話投票におけるバコードは24。施設名の通称はボートレース大村。志行者は大村市と長崎県広域協定組合であったが2006年度からは大村市のみの管轄となっている。マスコットキャラクターは原田治デザインによるターンマーク坊や。 締め切り前 BGM は森の熊さん。途中で場内映像 BGM と締め切り5分前、3分前などのコールがある。トータリゼータシステムは協定上としては江戸川と唐津との三馬の海となる富士通フロンテックを採用している。2018年9月23日より発祥地ナイターを開催。2020年4月から第7競争は、 新入固定競争を行っている。周年記念競争 GI は海の王者決定戦である。また GII 競争として協定発祥の地とされる大村でモーターボート誕生祭が開催される。企業杯としてはアサヒビール杯が行われる。新英リーグ戦はスポニチ杯女子リーグ戦はエビスヨシカズ正月には新春特選レース。 GW レースは GW 特選レース、お盆はお盆特選レースが行われる。2007年8月より、電話投票会員向けに、マイルクラブ大村24というポイントサービスを開始している。船券購入100円ごとに1ポイントが貯まり、ポイント数に応じて、現金や協定グッズ、長崎の特産品等と交換が可能。また年間の獲得ポイント数が一定の数を超えると、 特別指定会員となり、往復交通費のキャッシュバックサービスやロイヤル席、特別室のフリーパスサービスなどが受けられる。特別指定会員の一人に、競馬評論家の須田孝かがいる。2010年をめどに、ナイター競争を実施する予定であったが、電話投票及び場外発売場の開設で、収益状況が良くなり建て替え資金確保の目途が立ったことや、 ナイター競争を実施した場合に、本場入場者及び本場売り上げの減少が予測されること、並びに設備資金調達と返済の関係から、施設の全面建て替えが4年程度遅くなることといった理由により、ナイター競争の計画は一旦は中止になった。この代替として、白母競争が行われるようになった。しかし一旦計画が中止されたナイター競争の計画が復活し、 検討の結果、地元の同意を得たことを理由に、2018年9月の開催より、ナイター競争の開催が決定した。公募の結果、ナイターレースの名称は、発祥地ナイターに決定し、同年9月23日より、ナイター競争を開始した。全面改装が行われた2015年3月28日より、観戦スタンドが、新スタンドに、ロイヤルスタンドも、 内装工事が行われリニューアルデビューした。2010年4月より2012年3月までスカパー 245CH で無料中継を行っていた。若松協定場との共同運営で名称はライブ245。2012年4月からは大村が 262CH、若松が 275CH に変更になっている。 期間7月18日から8月24日、8月15日は、お盆の精霊流しを行う関係で時間が早まる。ミニボートピア長崎都議ツは17時以後の発売は認められていないため、17時以後に行われる10から12レースは、前売り発売となっている。期間4月21日から9月末まで2013年は、1月9日から10月29日までの日程で、 白ボレースを実施。うち5月1日から8月18日にかけては、夕焼けレースと銘打って、最終中に競争を18時台後半に施行した。以下に、当該期間中の最終中に、競争本場締め切り予定時刻一覧を示す。大村湾に面しており、競争水面は海水で、水質は海水である。寒満差があり、干潮時は乗りやすいが、満潮時は水面に、 うねぎが生じることがある。風は春夏秋は比較的穏やかな時が多いが、冬は追い風が吹くと荒れ水面になる。1952年に初開催された時のコースはとても広かったため、フライング屋で遅れ失格が多く、二日目からはベースコースを狭くして行われた。なお、現在でも初開催時の告知看板が場内に展示されている。昔から、 インコースが全国一と言われるほど強い。2008年3月より、標準モーターから大型球機、サイレーサー仕様の原音モーターに代わり、原音導入当初のシリーズはあまりイン逃げが決まらず、同シリーズの最終日のイン逃げはわずか2本だった。しかしすぐに対策が講じられ、ニップル系を 4mm から 8mm へ変更された。これによりモーターの回転の上がりが良くなり、 出足性能が向上し、インの強さは標準モーター採用時と大差なかった。これらは2012年2月12日の週刊実は廃より新モーターになった際、ニップル系は再び8ト、mm、ルから4ト、mm、ルに変更された。2012年からの持ち、ベラセード廃止、さらに出力低減モーター導入後はダッシュが効きづらくなったこともあり、さらにイン天国が進んでいる。 協定上志向者側も大村の院で勝負と宣伝するなどインコースに有力選手を配する本命番組を組む傾向が強い。そのため1年を通して院の勝率が60%を超えている。1954年4月に開催された全国モーターボート競争志向者協議会の総会において協定発祥を記念し協定記念日を 定めその記念行事を行うことが提案された。これを受け翌年の1955年5月の全市協臨時総会において4月6日を協定記念日として定め、その記念行事として同年8月20日から23日全日本選手権競争に続く特別競争、モーターボート記念競争が初開催された。現行の協定競争格付けが確立されて以降、大村で SG 競争が開催された実績はなかったが、2010年6月22日から27日にかけて第20回グランドチャンピオン決定戦競争。翌2011年11月22日から27日にも第14回チャレンジカップ競争が開催され、平成に入って2年連続で SG 競争が開催された。2015年5月に開催されたオールスター競争では、 SG 競争では、初となる、白母競争が行われた。基本発送時間は、第1競争スタート展示12時15分、本場締め切り、発送12時40分第12、競争スタート展示18時12分、本場締め切り、発送18時40分に設定している。令和元年となる2019年8月。 ボートレースメモリアルの名称で1955年の初開催から数えて64年ぶりとなる第65回モーターボート記念競争が開催。初日は好転の中最終レースまで行われた。令和2年10月にはボートレースダービー、令和4年3月にはボートレースクラシックと歴史の古い SG 競争の初開催も決定している。 ニーズカオトレース場とのコラボレーションとして、レース市場が2011年10月1日にオープンし、各マイルサービス会員向けの新得点として、ゲームによってゴールドもしくは市場マイルを貯め、それをアマゾンのギフト券や各レース場のマイルサービス、クーポン券と交換できるサービスを行っていたが、2013年3月31日をもって終了した。本場すぐ横に、 外交前売り発売所、ブルードラゴンが設置されている。また本場から北 2.6km ほどの国道34号沿いに、前売り場外発売場として、前売り場外大村がある。長崎県内では、m b p 長崎五島、m b p 長崎当日、おられ島原で、場外発売を行っている。また、鹿児島県内には、BP 近、近郊、m b p 天文館、 MVP 薩摩川内、おられ渋士が熊本県には MVP 長須がある。その他にもボートレースチケットショップが松浦市、佐々町、佐賀県鹿島市、大分県由布市にあり、幅広い地域で発売されている。現在はテレビ、長崎アナウンサー。アナウンサーになる以前は地元のローカルタレントモデルをしており、2006年2007年度に 大村協定クイーンというキャンペーンガールを担当していた。ありがとうございます。